まず樫渕さんが指摘したのは、石破総理が勝敗ラインを自公で過半数と述べたことについてです。自民党で過半数を持っているわけですから、それを取れるかどうかというのが本来言うべきだって、それをその自公で過半数、さらにもっと低い目標を設定しているんですよね。それだけ厳しい選挙だと思っているかもしれませんけれども、そういう面を厳しく見るべき衆院選かなというふうに考えます。前回の衆院選ではわずかな差で自民党の候補者が勝ち抜けた小選挙区も多く見られました。この3年で政治と金の問題など政治への不信感が強まる中、福岡に暮らす私たちが注意深く聞くべき候補者の訴えとは。福岡というのは政令都市の中で唯一人口が増えているんですけれども、じゃあ20年後どうなんですか、と30年後どうですかということも考えてこう政策をこう立てようとしている人なのか、来年 の6月7月になればこの参院選もあるんですね。自民党および自公政権にどういう判断を下すかっていうのをこう考えて投票できる、でそういう意味でもちょっと大きな選挙のシーズンだと思うんですよね。